はい、どうもジェケマルです。ということで皆さん、本日の動画はですね、2022年虎年ということで、こちらコラボの試練から虎の遺跡最上階の5階をですね攻略していきたいと思います。イエーイ。ということで、ついに来ましたよ、私ジェケマルね。はい、こちら1階からスタートして2階、3階、4階とクリアして、はい、今回ですね超絶難しいと言われているこちら破壊神を逃がる5階ですね、はい、挑戦していきたいと思います。いや本当にね、皆さんからたくさんのコメントをいただいたんですが、もう5階がめちゃくちゃ難しいらしいんですよね。今回は私は初めて挑戦するので、どのくらい難しくなってるかわかんないんですけど、でもやっぱりコメント見る限り、もうね3個に1個は5階が難しいっていうコメントばっかりなんだよね。あとね、やっぱりニケちゃんスキンでね挑戦した方がいいっていうアドバイスをたくさんもらうんですけど、私ジェケマルやっぱりね、このねずっとやってきたジェケちゃんのスキンで最初はですね挑戦していきたいと思いますので、よかったらぜひ最後まで応援してください。ということで、はい、最初ですね、こちら破壊神王にですね今回ちょっと電話したいんですけど、私実はねこの破壊神王にの電話番号持ってないんですよね。なので今回はちょっと破壊神王に電話はできないんですけど、勝った後にですね電話番号を聞いて最後ね電話して終わりにしたいと思います。それでは皆さん、今回ですねこちら青のチケット16枚しか持っていないのですが、5回ですね超難しい破壊神鬼がいるステージですね、攻略していきたいと思います。それでは挑戦していきましょう。さあ皆さん来ますよ。どんだけ難しいんだろうな、ちょっと怖いけど本気でやっていきたいと思います。さあ集中。はい、ということで、破壊神鬼が現れた毒玉や毒攻撃を避けながら鍵を集めて逃げようということで、今回もですねこちら脱出の鍵7個ですね。いやー、なんかさ、青の塔の30階はそこまで難しいイメージがなかったんですが、ちょっとね頑張って挑戦していきたいと思います。さあどんな感じ、あなるほどね、柱があるのね。あ、これはちょっと邪魔だな。うわ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 、ちょっとゆっくり行こっか、ゆっくり。うん、なんかそんなに焦りすぎてもさやられちゃうので。うわうわうわ、怖い怖い怖い。うわ、なんかめっちゃめっちゃ速い動きが、あ、しかもそっか、このこれがあんのか。うわ、ちょっと待って、やばい。あー、なるほどね、これは厄介だな。確かさ、ここの上って何秒かしか入れないんだよね。うわー、ちょっとゆっくり行こう、ゆっくり。うん、ゆっくり行けば大丈夫、ゆっくり行けば。さあということで、3秒だっけ、ちょっと上に行きましょうか。あー、3秒か。うわ、あー、くっそー。でもゆっくり行けばさ大丈夫な気がする、皆さん。はい、ということで、なんかそこまで難しいイメージはないんですけど、頑張ってやっていきたいと思います。それではリトライしていきましょう。はい、ということで、本当はね一発クリア目指したかったんですけど、ちょっと無理でしたね。まあでも様子見ということで、はい、やっていきたいと思います。それからさ、ちょっと真ん中の方を通るか。うんね、右から行くんじゃなくて、このさ、まあちょっと破壊仕様にがいると思うんですが、こん中通っていきたいと思います。うん、こっちだったら石像運びやすいんじゃないか。あぶね、マジで危ねえ、これこれやばい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 、うわ危ねえな。はい、ということで、こうなったら一回ね鍵をゲットして、うわ、ま、なんかさ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかいろんな攻撃が来すぎてて、しかもさ毒攻撃がさやばいよね、床が毒になるっていうね。これちょっと行きづらいな、危ねえ。いけるか、いけるのか。うわ危ねえ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 、よしよしよし、あ、いい感じいい感じいい感じ、この作戦いいですね。はい、ということで、真ん中通るのいいな。あ、出たよ、この床がさ、なんか銅になってるやつ。この銅に当たってしまうと即死するんだよね、確かね。違ったっけ。うん、確か銅が当たってるところにこのね毒の攻撃が当たって毒床になってしまうと、あの即死の床になってしまうような気がしたんですけど、間違ってたら教えてください。だからこれ今さ、この毒の床を踏んだら俺死んじゃうってことなのかな、どうなんだろう。よしよしよし、終わったね、毒の床がね。うわ、これちょっとやばいね、これガチでやばいよ本当に。ちょ、どうしようどうしようどうしよう、いける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 、オッケー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 、あ、ちょっ、あー、嘘だろこれマジ、え、やっちまった俺。うわ、やっちまったんだけど、これもう無理だよね。うわー、マジでいってる。え、でもね、ごめん、あのそこまで難しくないわ。うん、そこまで難しくない。はい、ということで、ちょっとねリトライしていきたいと思います。あー、やっちまったな俺な、これな。
はい、ということで3回目のねリトライしていきたいと思います。ちょっとねゆっくりしすぎちゃうと逆にね行き場所がなくなってしまったりするので、はい、まあ、速さもスピードもね大切ですよね。うん、どん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 動かしていきましょう。うわ、危ね、今危なかったな。まあニケちゃんスキンだったらね多分めちゃくちゃ余裕だと思うんですけど、私ねこのね大きいスキン使ってしまってるので、はい、やられてしまいました。いやちょっとごめん、次さ無言でやらせてください。ちょっとね早送りしながら無言でねどこまでいけるかやっていきたいと思います。はい、ということで本気でね集中して無言でやっていきたいと思います。それでは、はい、無言モード入りましょう。マジか、ごめん、もう一回やらせて。ちょっともう一回無言でやれば多分できると思う。よし、集中集中、はい、頑張っていきましょう。ただね、いけると思う、いけると思うって言ってるけど、まだね、スイッチすら押せてないし、しかも鍵もね、1個しかね、ゲットできていないので、はい、いや、もうちょっと進みたいな。同じ場面しか今見せられていないので、いや、惜しいところまで行きたいんですけどね。はい、それでは、集中していきたいと思いますね。さあ、無言になっていきましょう。あー、マジ？よし、集中集中。はい、ということでちょっとのんびりやっていきたいと思います。やっぱり焦っちゃうとね結構周りが見れなくてやられちゃうので、一番最初にやったように本当にねゆっくりゆっくりやっていけば多分ね進めると思います。さあやっていきましょうか。うんね、なんか違う話しようかな、うん、なんか違うお話しようかな、何しよっかな、なんか楽しいお話しながらやればもしかしたらねクリア簡単にできるかもしれないので。あ、そうそうね、最近よくコメント来るんですけど、皆さんは何の青鬼が好きでしょうか。一番好きな青鬼がいたらぜひね教えてください。俺ねよく聞かれるんだけどね、やっぱりナス鬼とか、あのね青鬼サウルスとかがめちゃくちゃ可愛くて大好きなんですよね本当に。うん、ナス鬼はナス鬼でも顔可愛くね、あのカツラみたいな感じが、あれがめっちゃ好きなんだよね俺。え、あれ、あ、向こう側か反対側ね、なるほどなるほど。うん、あとはやっぱりねティラノサウルスの青鬼いるじゃん、もうあいついじりまくったせいですごい思い出深いんだよねあいつね。うん、うわー、危ない危ない、びっくりびっくり、危ない危ない危ない、よし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 、そうそうそう、だからティラノサウルスの青鬼がめちゃくちゃ好きだったりはしますね。あとなんだろうな好きな青鬼、危ない、いい感じいい感じ、好きな鬼の話すればいい感じ。はい、ということでもう一回ねこちら挑戦していきたいと思います。いや普通にねリラックスすれば多分ねいけると思いますので、さっきみたいな感じでね楽しいお話をしながら、はい、やっていきたいと思います。あとはね俺モンスター鬼とかも好きなんだよね、あのなんかドロドロしてる感じ、うんね、青鬼って感じしないですよね。で本家の初代のさ PC 版の青鬼にいたんだけど、なんかね空飛ぶ青鬼がいるんですよ皆さん。うん、まあこの破壊神王にも今ね空飛んでるんですけど、もっとねビジュアル見た目が気持ち悪い空飛ぶ青鬼がいて、ちょっと今回画像を用意できるかな、俺ねそれが好きだったりします。うん、その青鬼ねすごい可愛いのでね、みんなにねお見せしたいんだけどさ、そう出てない青鬼って結構たくさんいるんですよ。うん、この青鬼オンラインで出てない青鬼、初代の青鬼が出てくれればいいなと思うんですけど、うん、さあということで、あ、いい感じいい感じ、やっぱりリラックスするのが一番の攻略法なんだね、うん、って思いました。危ね、あーやられちゃった、悔しいマジで。でもなんかいけそうな気がする、さっき半分までいったので頑張りたいと思います。皆さんねぜひぜひ応援してください。めちゃくちゃ難しいって言われているステージなので、いやーこれクリアできたらかっこいいだろうな本当にね。うん、かっこよさを追求したいです。やっぱジェケマルさんってかっこいいなっていう姿をねみんなにお見せしたいから、うん、ここだよな、ここがね一番厄介なんだよな。そう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 、ここでさ右からこのさ追尾する攻撃が来てしまうので、一回ちょっとねこうぐるっと回って鍵を集めながら上の石像を動かしていきたいと思います。いやー怖い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 、危ね危ね危ね、よし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 、いいね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 、いいよいいよ。はい、ということで鍵今のところね3つゲットしております。さあこっからうまくいけるかな、うん、こっからが勝負だよな。はい、ということでよし、いい感じいい感じ。さあ4つ目もなんとかゲットすることができました。これさあ、あ、どう真ん中取った方がいいのか、うん、危ねえ、あーくっそー、惜しい、マジで惜しい惜しい惜しい、どうしよう、石像最後にする、最初に鍵を集めて、いや
違うな、今の感じでいいか。無理に石像を最後まで運ばないで、無理だと思ったら鍵を集めることに専念すればいいんだな。その作戦でやっていきたいと思います。いやめっちゃ惜しいんだよな。なんかさ、1回でめちゃくちゃやられちゃったんだけど、ゴリラ鬼がいるステージ、あそこの方がねすっげー鬼畜だった。俺だからこの30回さ、そんなに難しいって思わないんだよね。なんか集中して本気でやればクリアできなくもないなって思うレベル。いや難しいよ、確かに難しいけど、そこまでうわ鬼畜ってわけじゃない。俺からしたらね、って言ってるけどやられちゃったね。いやちょっと難しいな。はい、ということで本日ね前半はこれで終わりにしたいと思います。後半はですね、こちら虎の遺跡5階をですね頑張って攻略して、破壊神鬼に電話番号を聞いてから電話をして終わりにしたいと思います。ということで、はい、ここまでね見てくださった皆様ありがとうございます。ぜひね後半戦も楽しみにしていてください。青鬼のさ楽しい話をしながらだと結構進めるので、皆さんね5回無理な人は何か楽しい話をしながらぜひね攻略してみてはいかがでしょうか。ということで、ジキマルでした。ありがとうございます。失礼します。